はい、どうも、皆さん、えー、私、レック専任講師、弁理士の宮内と言います。どうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい、本日はですね、毎年恒例になっております、えー、合格者座談会ということでですね、あのー、まあ、いつもですね、えー、一発合格者の方に大体やっていただいておるんですが、あ今年もですね、 あの一発合格者の鎌田さんに今日はおいでいただいておりますはいでまあ普通の、まあ、一発合格者と違うのはですね、まあ、まあ一発合格者自体がもう普通じゃないんですけど <laughs> 普通の一発合格者とちょっと違う点がありましてあの最年少でございます今年のねいやーこれはなかなかねできることではありませんよねあの今年の合格者の中で一番若くそして あ一発合格というね、えー、いうことです。はい、あ、どうも、川田さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、あの、二十歳で受かったということ、よろしいですかね。あ,、はいそうですあ、若いですね。私もね、二十歳何やってたかな。あ、学生ですね、当然。<laughs> <laughs> 学生だけどね、遊びほうけてましたね。いや、素晴らしいですよ。すね、よし、じゃ、早速ですけどね、今日は、あの、これから、弁理士の勉強をね。 始めようという人もいるわけですから、まあ、そのきっかけとなるためのまあ動画なんですね。いくつかね。質問用意しております。それでは質問、その1はい、色い々ろいろなまあ資格がある中でですね。ま便、あ、利書を目指そうと思った。きっかけね。あのまあ理由でもいいんですが。あ、そういったものがあればぜひお聞かせください。はい、はい、あの私は今大学3年生でして。 と大学にいる間で研究者の方々の様子をすごい見ててんだろうな頑張ってるから応援したいなっていうすごいそういうサポートしたいっていう気持ちがあってそれで弁理士になりたいなと思いましたなるほどあの要するにエン,ジニアエンジニアの人たちの下支えをこうしていきたいなとそうですああそうですか例えばあの自分でこう研究者になろうという道もある中で それよりはちょっとその発明者とかそういう人たちをこうサポートしてまあ特許庁への手続きこういったことをやっていこうかなと思ったわけですね。そうです、ねはい、<laughs> なるほど、えー、とちなみにじゃあそのまあいろいろ分野があると思いますよ特許とかね特許の中でも機械電気科学文系の主だったらね商標とかまあどういった分野なんですか鎌田さんの専門分野は。ははいあの私はバイオの、うん ああバイオの分野ね、はい、そうするとやっぱりバイオの専門家として便利しということも十分考えられるしまたバイオもです、ね、あの機械電気とかに比べると、まあ、件数は、ね、多くはないんですが一件当たりのボリュームというのは、ね、バイオは非常にこうあのボリューミーというかあのページ数も多くなって、ねまあ、だからそれなりに、ね、有能な。 方がやっっぱりととしてて多いなていなう印象を私も持ってますよぜひその人品の内に、ね、なってくださいよ。頑張ります、ねうん、じゃあですね、まあ、きっかけはそういうことでしたやっぱりエンジニアの人をこう下支えしていきたいなと、うん、私も、ね、似てような感じです私もあの、えー、理系だしねで私はねあの私のこと聞いてねえからいいわみんなはい <laughs>、はい、じゃあ2番いきます。<laughs> えー、難関である弁理士難関資格である弁理士はね、まあ、やっぱ基本的には独学より予備校をねぜひ利用すべきだと思うんですよで、まあ、予備校もねいろいろありますわ、まあ、名前を出すわけにはいかんないけどね <laughs> そんな中であのレッコを選んだ理由はあ何でしょうねはい、はい、あのやっぱり合格実績ですね 1>, あ<ー>あの1年で合格したかったので、うん その一発合格者の5人に4人がレック出身っていうああ5分の4ねそうですああそれの広告見てレックにしようって決めなた、ねはい、そうですかやっぱりこの5分の4ってインパクトありますよねありますその一発合格者、まあ、ほとんどもセ80%以上が、ねまあ、レックで,、えー、で私のクラスもね今年あの蒲田さんをはじめとして8名ほどねあの一発合格者が出たんですが あのやはり、一発合格者、まあ、例えば2回、3回、4回と受験回数を重ねていくごとに、ね、そのデータがなかなか取りにくいというのがあるんですが、その一発合格者に限って言うならば、本当にです、ねまあ、5分の4という、ね、実績、もうここを連続で出しますので、ね、まあ、やはりそれは大きいかなということですよね、はい、あーそれではですね。 あの3つ目の理由、3つ目の質問に行かせてもらいます。はい実際にえ学習を開始して、レックのカリキュラム、講師、教材について、どうでしたが、うん、いや、<laughs> やっぱり良かったです、本当にちゃんと数字として実績が出てるだけあって、すごい、本当に良かったです、ねはいうん、ああ、そうですか、良 <laughs> かったです <laughs>、どの辺が良かったですかねそうですね。えー ま,あまずカリキュラムの時点で、やっぱり論文が早めに対策できるっていうつまり、えーと、入門講座、論文と単当という中で、比較的こう初期の段階でね論、論文やりますもんね、確かにレックの講座の中にはあの、担当に特化した講座もあるんですよ、例えば秋から始めると、あの論文なんかやってるあの暇がないもんですから、でそんな中で、4月のコースをね、選んでいただいたわけですよね。はい でまあ、あのあその前に鎌、ね、田さんは、ね、通信なんですよ通学構成はなくてであのいつも、ねまあ、これも言っておかないといけない大体、合格者座談会というのはあの通学出身の人が、ね、もうずっとあのインタビューこうやっていましたあのそれは、ね、やっぱり通学だから気軽に新宿エルターに来れるし、まあ、頼みやすいというのもあって、ね、ところが鎌田さんはちょっと遠方なんですよ。うん だから、あのわざわざね、今日、あの。どっから来たっていうは、言っても大丈夫なんですけど、岩の。大丈夫ですか。か、はい、じゃあ、あの仙台の方からね。ああ、ねうん、はるばると。ええー。ええー、南へ、南へボストンバックを、あ <laughs> 持ってきたと。ね。はい。<laughs> そんな状況です。で。えー、っと、私もね、そのいろんなね。あの、一発合格者、まあ、八名出てるんですが。まあ、通学でもよかったんですよ。ね。 えー、であのなぜ通信の人にしたかというとやっぱりねあの時代の流れもあるかなと思って、ね、コ,コロナ禍にあって2020年、21年とやはりあの通学よりも通信の方がが、ね、人数が多かったんですね、えー、ここに来てまたあの私のクラスも、ね、通学100名以上をあのまたあ回復してきましたけど基本的にやっぱりこれからの流れあ通信かなと。だから あの通信で考えている人も多いと思うんで、その参考になるかなと思ってね、日は鎌田さんを起用したというところがあります。レックのカリキュラムの良さを言っていただいたね、論文、これ大事なんですよね、弁理試験の,あの試験って、担当と論文と口実あるんだけどね、鎌田さんはその3つある中で、どれが苦労しました、ちなみに。 やっぱり論文,、ね、あやっぱ論文ですね、これはね、私もそうなんですよ、鎌、えーまあ、田さんも私もね、まあ、理系出身中うこともありますがあ、理系ということはね、<laughs> まあ文系が苦手ということでもあるんだけど、だからね、論文が、まあ、私も苦手でしたね、担当得意で、えー、論文苦手な受験生だったんです、私ね。で、そんな中で比較的、初期の段階から論文をやるものだからね。 あのー、まあそれが良かったということですね。分かりました。じゃああの、えー、講師はどうですかね。講師のね<ー>ここになんか良かったです。かあ良かったですか。あのー、ありがとうございますそ。そうですね。やっぱり宮口先生の授業は大事なところがすごい強調されて教えてくださるので、はいはい、それが本当によくて自分でなんて言うんだろう、うん、どこが大事だよっていうのを考える労力とかを。 他のところに避けるっていうので、すごい時短にもなるし、わ、うん、かりやすいしっていうので、本当にいい授業だったなと思います。そうですね。これはあの、言わせてませんからね。<laughs> えー、まあ、あの、要はですね。あの、私も日頃のね、授業を聞いてる人のはわかるんだけど。やっぱり重要なところをね、大声で喋ったりしますからね。すみませんね。耳が痛くなったりします、ね、大丈夫です。ですか全然大丈夫です。ね、時々すっげえお、音をでかくしてね。<laughs> あの、でかい声でやってるんですけど。 まあ、そういうい感じで重要なところを、ね、強調してるんですよでこれねやっぱりこう独学とかでもできなくはないですよ勉強ね弁理士の。であの読むとその書物なり何なりを基本書なりそうするとなんかこう字面で書いてあったりするけどやっぱりそれだけだとねこううあのどこが重要でどこが重要でないか分からんもんね。まあ、そういうところ私はねああの指摘しながらあのそれを忠実にね やっぱり重要なところを抑えてくれたんだよ。ね、全部あの気合入れてたら、一発で浮かんないから、この試験はね。まあ、そういうところ、やっぱり構想しましたね。はい。じゃあ、次に教材とか、どうですかね。教材レックのあのテキストとか。まあ、ここにもなんかあるんですけど。<laughs> ええ、どうでした。いや、やっぱり教材も。いいですね。うん、あの。あ<ー>なんだろうな、すごい知識が正確なんですよね。なるほど。あの。うん。あうほとか。はい。 あと審査基準とかからも情報を持ってこないといけないっていう時もあるんですけど、うんはい、そういうのが全部テキストの方で済んじゃうので本当にやっぱりそれも時短になるし効率的だし、えーはい、分かりやすいしっていうので、はい、すごい良かったと思いますあそうですか、あのーまあその成果もってですねあのまずこれ釜、あのー、田さんの成績ちょっとお見せしても大丈夫ですか。はい じゃあちょっとあのあのねこれ川田さんのね成績表なんですよ本試験のねこれねえー、っとちょっとあ後で拾いますはいこれがですね、えー、実際の点数ですこの50とかの方ねうんであ右がこれ基準点ですこれはあのこれよりも低いと落ちますよっていう点数ねえ、うん で実際に鎌田さんが取ったのが50点すごいですねいや50点は本当にねあのもう受かるべきして受かってますよ、うん、これねあの合格基準点ぎりぎりで受かる人もいるんですよそういう人はね受かんないで、ねうん、それでえー、っとあのあこれ書いていいんだっけコピー全然大丈夫です、うん、それでねちょっと俺がメモしますけどこれがトータルえ、うん でこれはあのもう8割以上いってますわねだって60点の,あの8が8がけ4じゃってんだからね8割以上いってるで、特実もこれ2波16だから8割あすごいこれこれはちょっとね真似できないね10点ですよ衣装法得意なんですかいや<え>特許の方が特許のは <laughs> 得意だけど衣装満点ですよこれ。はい これはすごいね、満点取ってます。うん、商標七点ね。うん、まあ、まあ、まあと。<laughs> うん。条約すごいね、これもすごいですよ、実は。条約は苦手な人多いからね。これもね、ある意味すごいですわ。うん、うん。チョフはね、チョトフは最近取りやすいんですよ。ね。ああ、で、トータル五十。すごいね。俺も今、今受けて五十取れるかな。<laughs> まあ、取れますけどね。プロですから。<laughs> はい、そんな感じですよ、すごいすごい。まあ、やっぱりね、1年で取れるということです、これ、あ切り替えていいよ、はい、1>, 1年でもね、ちゃんとあの忠実にあれば、50点取れるということや、ねじゃあちょっとね、次、論文行ってみようか、はい、論文ね、はい、じゃあ、論文、はい、これがね、論文の成績表です、はい、えー、よろしいですか。あ はいえー、これもすごいですね、いや何がすごいってね、あの正直言います、えー、54点が合格なんですよね、うん、だから、特実はその倍ですからあ、書いておきましょうか、108以上が合格なんですよ、でえー、知らない人のために言っときますけどね、えー、衣装54以上が合格で、商標54以上が合格、これちょっと知らんと無理ね、で全部60以上じゃないですか。 いやこれはね真の合格者です。ね、私あの、言ってるんですよ、あの60未満の合格者は、一応の合格者って言い方をしてるんですね、これ真の合格者ですよ。い,ますいや、すごいですね、苦手な論文でここまで取れるってあの、どんな講座、取ってたんでしたっけ、論文は、うん。理想源っていうやつ、取ってた、はいねな、理想源って何、なんの省略形ですか。理、えー、理想と現実とあ理想とと現現実実、ね 結婚生活の理想と現実はないですよ、これね、あの論文の講座なんですよね、えー、これあの、実際にね、鎌田さんがね、使ってくれてたあテキストをね、わざわざ遠方より持っていただきました、ね、これね、これあの、正直言いますね、今年一発合格者8名いません、あのお試し受験ルート9名いるんですけど、9名全員が取ってます、これ。えー ちょっと田さんねどういうふうに工夫してこれ使ったんですか、なんかメモ書きとかありますけど、そうですね、ええうん、どういう点に注意しながら、これ使いました、うん、やっぱり最初の頃は論文がどういう問題なのか,か分からなかったので、その辺を宮越先生の答案なかを参考にしてから、うん、あ回答を先に読んだ、それとも俺の講義を先に聞いた、どっちのタイプで。<laughs> 勉強を進めた。そうですね。かい問題読んで考えて、で分かんなかったら答案を読むって形ああそうですか。解説講義はどうですか。解説講義はちょっとごめんなさい。あんまりあんまいすいません。あわかりました。何が言いたいか。俺の解説聞かなくても教材いや教材だけで受かるってことですよ。あまあまあそうですね。そしょう。それだけ教材がしっかりするってことよね。そうですね。ああそうそうそう。だからねいいんですよあの。 俺の解説講義を聞いてから利用するパターンとそれからこっちの方を自分で考えてねで解説見て納得できればもう俺の解説講義はねあのほどほどにしてどんどん進んだ方がいいわね、はい、とにかくこのね理想と現実一発合格者が全員取ってる講座なんですよねはいということではい うん、あとなんか担当もなんか取ってますよね。担当も、はい、なん、なんでしたっけ、それは。担当レボリューション。担当レボリューション。あ、それはあのオプションで取ってたということだよね。はい。うん。あのレックの講座はね、入門講座。えー、論文基礎力完成講座。担当基礎力完成講座という期間講座があります。で、入門は、もうやっぱりゼロの状態から勉強を始める人にとっては、もう登竜門なんで、避けて通れない。で、論基礎は。 論文の色を学ぶ講座、ね、でスキーでいうとスキ,ーあのスキーでいうとあの暴言ねさ最初はハの字で滑るみたいなねで、そういうそういう役割を果たしてんだな論基礎っていうのはでも実際のね本試験難しい問題出ますもんねだからそういうのをあの本試験対策講座として担当だったら「担当レボリューション」論文だったら「理想源」っていうのがあるんですよ。だから、まあ、突き詰めて考えるとね そのやっぱりこう初期の段階から本試,本試験レベルの難しい問題にこう対応できるように頑張ってたという、ね、もがき苦しみながらもあのこういうのを使ってあの入門だけに飽き足らず雇ったというわけだねだからあのベテランを察し置いてやっぱり一発で受かるんだね、これね素晴らしいですわ、はい、じゃあ,です、ねまあ、あの一応です、ね、今、レックがなぜ素晴らしいのか。 あの俺の講座がまあ良かったのかと、ね、あと教材、お聞かせいただきました、はい、じゃあ、あとですね、あそうだ、これも、これ見せていいですか、いいすこれ、鎌田さんがほらあの、ね、独自に開発した勉強法です、<laughs> ほら、すごいね、英単語帳みたいだね、これ、ね、これあの、ほら、47条の除籍毯、これ、回答、問題がこっちいや 問題解答って形じゃなくて普通にあ普通にノートの代わりに例えばこれだったらどんな感じで使うのこれ「301個足開き使用する手」って言えるかどうかこれのと,とはみたいな使用するとはみたいな,なこれどうやって使ってるのうそうですね、うん、じゃあ多分読んだだけ、うんうん、読んだ一緒に答えが書いてるあ書いてるますね書いてるじゃん,じゃん,じゃんよしじゃあちょっとはい答えて。 試し、ええ、てください。もう忘れた <laughs> 忘れれたたました <laughs> じゃあ俺が言えるよ。<laughs> 使用するとは現在使用するもの及び近い将来におあ、えー、かつ現実に使用,して使用する意思がありかつし、えー、近い将来において信用の蓄積があるだろうと推定されるものの両方含む <laughs> じゃあ答え見てみますね。おら <laughs> 現在使用してもの使用しようしかつ近い将来において使用の蓄う <laughs> 軌跡あるだろうと推定されるものを両方含む、ね、俺もまだまだ、ね、焼きが取らんなって感じですよね、やっぱプロですからね、一応意地を見せました。<laughs> はいいじゃあまた切り替えてくださいね、はい、あということでね、これは素晴らしい、もう財産ですね、これね、うん、無体財産というか、優待財産というかね、<laughs> 素晴らしいですね、まさにこう英語の勉強からこうヒントを得たような感じなんですか、これ。 まあそうですね、うん、移動中とかにもできる勉強がしたいなと思ってあこれあのリスナーの皆さんにこう販売するっていうことはできますかね、まあ、これをですか、ええ、多分読める人の方が少ないんじゃないなそうか字が読みづらいから、うん、そうですそうですああじゃあちょなっと宮城先生が作っていただいてちょっとこれ販売できないということなんで <laughs> すいません <laughs> プライスレスということでね,、はい、じゃあ,ですねあのー あ次の質問いきましょう、そろそろ。はいえー、やっぱり勉強するとです、ねあのー、調子のいいときもあれば、ね、調子の悪いときもありますよ、えー、モチベーションの維持とか、スランプ克服方法、えー、これについてね、まずモチベーションの維持なんですけど、えー、やっぱり便利士になりたいっていう気持ちが一番の維持要素になるんじゃないかなって思います。なるほど スランプ克服のスランプは一応ありますね一見、うんえー、春休みの時期に、はい、あの勉強したいんだけど勉強できないっていう状況になってうん、うん、布団の中にこもって3週間みたいな、はい、時期があって春休みっていうとあれですよねえー、っとあの三、ー、月,月ぐらいだと思いますね、うん、そう,そうまさに入門講座が あ入門講座を始めたその1年後ぐらいの春っていうこと,えと担当試験の直前ああ、そうか、そ,うそしたら、一度と通り勉強して、迎えた初めての春だね。あそうですうん、うん、それでやっぱりプレッシャーやらなんやらで、ちょっとこう、ちょっと一人で勉強するのに疲れちゃったのかなあそうかとは思うんですけど、ね、なるほど、一番大事なね、担当の直前の,その春先にスタンプに陥った。 それはどういうふういふに克服したんですかやっぱり、とりあえず休むっていう、休む,休む、寝る、寝る <laughs> 布団の中でちょっとする、どくして寝る、ああ、それはね、やっぱり必要ですよ、われわれもあの勉強じゃなくて、仕事でねその、なんかほら、いろいろ立て込んであったりすると、無理して頑張ろうとするんだよね、無理して頑張っても眠いだけだからね、もう思い切って寝たりしますわ、そのほうがかえっていいですね。はい なるほど分かりました、まあ、皆さんもねあのちょっと私から言いたいのはねあの受験生のタイプとしてあの本番に強いタイプの人とあの練習には強いが本番に弱い人がいるんですよ。ね、で川、まあ、田君の場合1回でで受かっとるわけです、ね、これはねやはりあの本番に強い何かを持ち合わせてると思うんですよ。 あの受験生はね、こう日頃こう、当連とは模,試模擬試験とはね、いい成績を収めてるんだけど、なぜか、なぜか何回も落ちてしまうっている人もいるんだね,ね、なんかそういうきっかけってありますか、一発合格者ってやっぱね本番に強いんですよ、なんか思い当たることありますか、本番に強くなるためのなんか修行を積んだとか。いや 特に思い浮かばないですけどみんなの前で笑わすとかそういうのはやったことないむしろ真面目なタイプで。かもしれないですもくもくとやっていたね。でかいのかもしれないですでもねやっぱり本番に強いことですよそれは日頃の積み重ねみたいなもんですかねかもしれないですね。がやっぱりこう 本番での自信につながってね、あいい結果が出たと。いやだって50点はこれね、偶然じゃないですよ。日頃の蓄積ですよ。で、論文のね、平均が6 0後すごいですよ。俺もねあの、60点以上が真の合格点って言ってますから。うん、いや、素晴らしいです。じゃあ、今度はね、次のお質問だね。もうなんか答えてる質問かもしれんけど、ズバリ 令和4年今年今はね、うん、あ来年聞いてる人は去年なんだけど <laughs> あ令和4年の合格の決め手になったのは何だと思いますすかそうですね<い>やっぱり学生で時間があったっていうことと、うん、あとはですね若いっていうことで若い若,<の>若さゆえのねさ、うん、体力もあるかある程度いい負荷かけて勉強できるっていうのが多分。 直結したんじゃないかない。なるほど。まあ、あの、若いっていうの大事ですよね。だからね、あの、ここから何が言いたいかというとね。あの、じゃあ、俺は年取ってるから、ダメだじゃなくて。やっぱり、その、若いという、若いイコール。まあ、年齢ももちろん若いですよ。でも、気持ちが若い。これ、大事。そうですよね。気持ちも。うん。だってよ。学生なのにも、うなんか、こう。 ね、60以上を超えたようなメンタルでもって生活する人もいればねあのあの年齢は60以上いってるけどさあの今入るのなんか格闘技に出たりする人もいるしね <laughs> あの1分で戦うやつが <laughs> 俺もちょっと出てみたいなと思ってるんですけどねすか、えー、ちょっと鍛えないとねそのためにはねしますあちょっとラーメンばっかり食ってるんで最近ちょっと減量していきますわ頑張ってください、ね、ええー、まあそれはいいとおりしてあのやっぱり あの何が言いたいか早く始めてくださいということですあのとにかく思い立ったが吉日、ね、やっぱりあの決断力あるということですよ早く始めてさっさと受かって、ね、のんびりしてるとねあ,のあっという間にね年取るし、うん、そんな感じだよね、うん、でやっぱあの一発合格者の特徴としてねやっぱりこう前向きだしで あの多少分からないことあっても前進し続けるし、うん、行動に起こすしそんな感じですねすよしじゃあ,あの最後になりますけどねあこと今後の目標ね、まあ、今後の目標って言っても難しいかもしれんけどねまあ便利試験を一つ通過したわけだなだから今後何か目指すものがあるのか、ね、であとはあ便利試験これからね開始するぞという人もいます はい、あのメッセージをなんか、とりあえず今後の目標なんですけど、うん、まあ実務をもちろんやりたいっていうのはもちろんそうなんですけど、うん、今、私はそれ以上にその自分の専門分野の勉強だとか英語力だとか、はあ、そっちに力を入れたいなって専門分野、もともと理系ですけどあのより,よりこう深掘りしていきたいと。ああ まあ、まだあれだもんね、学,学部生というか、はいああ、だから今度、じゃあ大,大学院でも行こうかなと、あ,あうすああなるほど、すぐに就職ではなくて、はい。はい、で、あと、うん、一度その留学っていう形なのか、うん、就職なのか分かんないんですけど、<で>アメリカに行ってみたいなって,思ってます、なるほど、いや、それね、すごく大事だと思うんですよ。っていうのは、まず今ですね、まあ、文系の人はね、 あの文系で目指す人はそうでもないんですけど理系の者もまず大学院もほとんど出てますよね今私はね大学院は出てないんですよあの理系ですけどねあの教授とまあ喧嘩したりなんだりありましたからちょっと大学院に行けるような状況ではなかったんでうんであと大家さんがいて私あの下宿の下宿の宿の大家さんの会社に就職したっていうねそういう縁もあってでその まあそこはやめたんだけどそこのまあ会社とかからねお仕事とかももらってるんで、まあ、いいんですけどただね、一つ言えることは、まあ、大学院ぐらいはまあ理系の人は出たほうがいいとは思いますただ、もういち早く特許の仕事をしたいんだという人は、ね、別に俺は止めませんよもうあの4代出てすぐねあの、まあ、受かったタイミングであれば、ね、すぐ就職してもいいと思うであとあのアメリカに行きたいとそれはね ほらヨーロッパとかアメリカとかまああまあ中国韓国含めてそういう中でアメリカに行きたいというのはどういう考えですじゃそうですね、うん、シリコンバレーとかすごい強そうな響きだなってああそうですか <laughs> ななんかあれですねここのなんか,なんかあの所長されるんですけどなんかそういう経歴持ったね所長さんがいるんですけどあ似てますやっぱ考えること一緒ですね一流の人はねでやっぱね。 あのー、その日本も素晴らしい国なんだけどやっぱりもうだからどうしてもそ,のアメリカそういう世界を牽引する国に行って実際どうなのかということを体験することはものすごく大事だしでやっぱりその今ねあの円安だとかあのそういうあの、ね、ロシア情勢とある中で。 やっぱりそんな中にあってもそのアメリカの,この、えー、プライオリティというかね、まあ、そういうところもあると思うんですよ。で日,本日本はというとうんその世界を牽引するっていう感じではないのかなとやっぱりこうアメリカがいて、まあ、追従する形では頑張ってるけどね、まあ、だからそういう意味ではそのいろんなそのアカデミックの分野経済の分野政治力の分野 そういう意味も込めてもそうアメリカを一度経験しておくというのは、ね、すごく大事でそれを引っさげてまた日本に来てもいいしああ俺はそう思うねああ頑張ってほしいよ、はい、いいこの資材を担う、ね、若手のホープとしてああ本当にこうあの将来、ね、も背負って立つ人間になるためにもいろいろ経験積んでほしいそう思いますわ。ええー じゃあ今度はね若手のほらこれから弁理士やろうかなと思ってる人に何かアドバイスをそうですね若手の方に向けてやっぱり弁理士資格取るとなんだろうな世界が広がる世界がもう広がったか思いますね広がった合格しの今まで全然勉強とかにもやる気が出ないと言ったら変ですけど遊んでばっかりだったんですけど 何だろうな、弁理士目指したいなってなってから、ね、すごい勉強したいっていう気持ちになるし、そうか、やっぱり、なんていうかね、弁理士を受かったことをきっかけによりこうやっていこうという気持ちになったってことか、そうですね、うん、試験合格もそうなんですけど、うん、もう目指し始めた時点で、うん、もう勉強を始めてる時点で、本当に専門分野があってこその弁理士なので、もうやらざるを得ないというか、やりたいなって、うん、本当に思うようになるので、なんだろうな。 あそれはあれあか勉強するうちによりな,んていうかなりたいという気持ちこう正比例のごとく強まってくるってことこ、はい、<ー>ので、うん、あの本当に若い方でも全然知財の世界で入っていくというのはありだと私は勝手に思っているので、うん、やそれ大事ですよね、だって今デジタルネイティブという言葉をよく、ね、聞かれるけどもうねこれ若手にかなわんからねそういういデジタルのね。<laughs> もう俺50超えたけどさもう若手には絶対かなわないだってほら子供とか見てても自然にそういうの馴染んでいくじゃんすごいそうですよね,ねそうでしょでやっぱりああのまあ、年配の人は年配の人でね昔の技術っていうのがまだあるから頑張ってほしいんだけどこれからの技術はもうやっぱ若手じゃないと担えないと思いますそれを担ってほしいよねだからこ,これからやる人もそういうのを担うんだという気概を持って頑張ってほしいってことだよねはい。 でこの弁理士の勉強を知るうちによりよりその気持ちがねあの性比例のごとく高まってくるからあの弁理子になりたいんだっていう俺もそうだったし、ね、勉強するうちにだからまあ,あの気持ちがねあのキープできて、まあ、受かったしね俺もねあそういうのありますねはい。 をもういい言いたいことをなんか言い尽くしたなんかこうあのしとと言わしうれみたいな大丈夫もいやじゃあ宮吉先生の声がでかいと書いてるけどこれはもう言ったよねさっきそうですねまあやっぱりいい点として宮吉先生のお声は大事ですねあありがとうございますあとは大丈夫なんかメモかなんかでこれは言っときたいみたいなそうですねやっぱり体を大事にそうですねやっぱり健康本当にベリジ試験受けるよって方に向けてなんですけど。 本当に何だろう弁理士試験を目指すっていう時点で多分頑張ってる方が多いと思うんですよすで<ー>に、うん、なので本当にあんまり無理はせずに体調に気をつけてあんまり頑張ってて言いたくないんですけど、うん、でもまあ本当に体調に気をつけて頑張ってくださいそうですね頑張ることはすごく大事ですでそれをアシストするのがまた私の役割ね鎌田くんのように一生懸命頑張る人をよりこう下支えしてね一回で受かるように。 指導してまいりますから、ね、結果的に8名の一発合格者出しましたよね。そ,うそれでねちょっとこれはあの言い忘れたんで言いますけどデックの,その入門講座っていうのは入門講座論文記者録完成講座担当記者録完成講座っていうねあ,のあ,のあらゆる試験に対応できるようにカリ仮マが組んでおるただ口実だけはねちょっとあの別にこういうあいいよ。 口述は、ね、ちょっと入門講座にはなくてこう別のあれがあるんですよ、講座がね。で、こあはい、また戻して。で、口述試験というのは今ねあの、まあ、ほとんど受かるんです、ねまあ、数人ぐらいあの落ちるんですけど、今、まずあのほとんど受かります。だからやっぱり、担当試験、担当試験は10分の1しか今受からないよ。 年によって違うけど今年は10分の110人に1人しか受からなかったでその担当に受かった人の中で論文は4人に1人しか受からないでそこまでくれば論文まで突破すればほぼ受かりますね九9まあ8%ぐらい今は8%ぐらいですか、うん、そのぐらいは受かりますねなのでまあそこまで口実目くじら立てる必要はないんだけどただそこはね あの心配しないでください、私はその常に日頃の授業の中で、口述を意識した講義を展開していきます、通信の人も問いかけたりするでしょ、さあ、みんなちょっと考えてくれみたいなね、うん、だから鎌田さんもね、口述、もちろん1回で受かったし、ね、担当論文も突破したしということなんでね。そう まあそんな感じで、えー、合格の秘訣はまず迷うことなくまあレックの講座を取り、えー、入門講座を取ってで自分に必要なあ講座をね、えー、その担当レボリューションだとか論文、えー、理想と現実とかねあとなんか宮口模試を取ったと言ってましたね取ってましたあああの何点ぐらい取れました宮口模試ごめんなさい覚えてない覚えてないですか <laughs> 覚えてないってことあんまり良くない感じでしたね。 うんまあ、まあ、ね、あそんなに気にしてない、まあ1月にあるんですよ、1月3日に、ね、もしあの聞いてる人いたらね、今年も、あ今年じゃないわ、来年の2023年、1月3日に、宮口もしありますからね、もしあの、えー、2023年度の便利試験を受ける人は受けてください、浜田さんも受けたそうですから、ね社担当受かりますよ、やっぱね、3時間半の経験をすることは大事ですもんね。 はいわなんかやっぱテキスト見てるとね頑張ったなという感じが見て取れますよ難、うん、しいんやっぱりねああ法文集もね<ー>法文集もちょっと見,見せても大丈夫大丈夫ですよああたまたま今開いたところがこれでしたけどこれあれだな俺が囲みなさいって言ったやつこれそうですねああこれ語呂合わせじゃん。 電磁英会手に当たり、英表表液鉄コイってやつだね <laughs> で、なるほど、なるほど、やっぱね、あの語呂合わせもあ、じゃあね、最後に俺からなんですよ、なんかインパクトのある語呂合わせとかありますか、俺が電磁した中で、特にないですか、他行仏魂症恐れ、多行仏根小恐れこれがインパクトに残る、で<す>なるほど、これは逆に言うと、法五条二二号号ですねはいあれ <laughs> そうですよ。 家業仏魂勝訴でね武器補欠形状の実が五条三後ですからねあすいませんねマニアックな話で <laughs> いずれこの回は分かるようになります。<laughs> はいということでねあの以上なんですがあの、まあ、最後にですね、まあ、私とタッグを組んでるねあの入門講座安西先生っていうのがいるんですよ。うん あの要はね、質問じゃねえわあの、なんだっけ、ナビゲートゼミっていうのがあって、えー、これはね、通信の人はあのーまあ、通えないから無理なんだけど、通学の人はね、ナビゲートゼミっていうのがあるんですよ、合格ナビゲートゼミ。で、それで、あのー、勉強の相談とか、あ質問とかね、まあ、俺に質問していいんだけど、俺に質問しづらい人は、まあ、安西先生っていう、ね、副担任みたいなのがおりますから。 まあそういうところであのあの気軽にねあの悩みを相談してほしいんですよ。というのはあ初学者の人って絶対こう壁にぶち当たりますでその壁にぶち当たった時にそのままフェードアウトするか続けられるかというところは分岐点なんですよ。ね、だからあのそういう意味で、まあ、通信の人はすごいあ,るある意味メンタルが強いと思うんですけど現場に来る人はね私に相談してもいいし。 まあ、安西先生に相談してもいいしねあの質,問質問じゃなくて合格ナビゲートゼミっていうのがあってそこであのいろいろ質問とかあ学習スケジュールとかを組んでいただいたりできますからね、うん、そういうその制度もございますということです、はい、通,通信の社はねもうそういうのなしで頑張ったと思うんだけどねはい、はい、じゃあそういうことであの 合格者対談ですね、えー。一発合格者の、あ、令和四年度弁理試験の。一発合格者で、かつ、えー、最年少合格の。え鎌、ー、田さんね、えっ、ー、と、鎌田社の名前言っていいんだっけ。あ、どっちでも。うん、鎌田、あの、誰、誰でしょう。鎌、うん、<laughs> 田智樹です。あ、<laughs> そうだ、鎌田智樹さんですね。<laughs> 今日は鎌田智樹さんに。 あの、本当に、先代から、はるばるね、おいでいただきまして。あ、本当にありがとうございました。ええ。あ,ありがとうございましたはい、はい。どうも、合格者座談会を終わりたいと思います。どうもお疲れ様でした。あ,ありがとうございました。はい